闇を避け、花と避け。毎週金曜日開催、園田金曜ナイター。ナイトー、みんなわしのこと見えるか。わしのことが見えるってことは心が綺麗な証拠やで。はい、では私たちは終わりたいと思いますので、そうだけばお相手さんにバトンタッチをしますね。では皆さん、また球場でお会いしましょう。おきに。バイト、ただいまご紹介いただきました私一郎でございます。違うか。改めまして、私天ヶ崎市からやってまいりました、園田競馬応援大使、ちっちゃいおっさんこと坂田真一、45歳でございます。どうぞよろしくお願いします。いやー、ほんま今日さっきの見た、チアガールズ、めっちゃ華やかやんか。ほんま華やかな、こうチアの後にわしってこうギャップがあるな。いつも来てくれてるおっちゃん、毎度。わし知ってるか知らんか分からへんけども、こんにちは、おっさん。毎度君前もイベントで同じやったな。はい、前もご一緒させていただきました。あの時はいろんなところに現れてね、はい、球場のいろんな、ね、試合中もね、おっさん大活躍でしたよね。ねえ、ほんでね、今日ね、本日は何しに来たんですか。何しに来たか知るか、そんなもん。知るか、そんなもん。見て見て、わしいつもとあの格好違うやろ。なんかこれ幕を、幕っていうかな、タスキ、タスキや、タスキ、何が幕やこれ。すいません、これみんな呼んで、これ呼んでやろ。そうやね、わしこう見えて大使やねん。いつから大使になったんですか。知らんかった、君。はい、何バイバイって言うか、今来たばっかりやで。ほんで、はい、わし尼崎市の公認もらってへんねんけども、はい、尼崎市にある園田競馬場っていう競馬場あるんやけども、はい、ありますね。そこを運営してるんが兵庫県なんやな。はい、ほんでその兵庫県がなんと、はい、わしを園田競馬大使にしてくれたんやね。これおめでとうございます。おきにということは、いつ任命されたんですか。今年の春やねんけども、はい、ということはあれやで、姉ちゃん、はい、尼崎市を飛び越えて、はい、園田競馬場応援大使に兵庫県が公認してくれたってことやね。これすごいことですよね。それってやったー、おめでとうございます。おきに。ほんでやね、はい、そこをね、その田競馬のね、売り上げの一部は、はい、地元の尼崎市の公共事業に回ってるんやね、これ。知ってる、みんな。皆さんご存知ですか。すごいやろ、わし何やかんやって地元に貢献してるんちゃうの、これ。軽く言ってますけど、すごいことですよね。そうやね。はい、ありがとう。ほんで、そこの園田競馬はみんな行ったことある。ほんまか、手挙げて行ったことある人、はーい。はーい、まあ、ほぼ5万人くらい行ってるんやね、これ。数名ですね。それあれな、おっさんは毎週行ってはるんですか。毎週も何も、毎日、ほぼ毎日行ってるね、これ。ほぼ毎日行ってはるんですか。ほんで、そこにわしと同じ、まあ言うたらわし普通のおっさんやけども、はい、まあ、わしのお友達のキャラクターがおるから、はい、なんて言うと思う、お馬さんのキャラクター。お馬さんのキャラクター、うん、あ、惜しいな、全然惜しないか。馬フィー的な、うん、あーっぽいな、そう来ると思ったわ、姉ちゃん。浅はか、浅はかですか。浅はかやな。じゃあ紹介するで、みんな。はい、紹介してください。そのたん出ておいで。そのたん、かわいい。久しぶりやんか、そのたん。階段上がってこれますか。上がってきて。はい、皆さん、その他の登場です。拍手でお迎えください。おいでおいで。もう、はよ、これ十馬審査ぐらいやね、これ十馬審査ぐらい、ぶっちぎりのわしの独走になるね、これ。はい、じゃあ、おっさん、ちょっとその他の紹介を。な、わしは全然アクセスしてくれへんな。仲良しなんですか、お二人は。うん、仲良しやね。同じ尼崎を盛り上げていこうっていう意味じゃ、はい、同じ仲間やな。なあ、その他。ほんで、そのたんちゃんも、はい、そのたんちゃんも仲良く好きな、そこ。そのたんちゃんもあるやんな。今年の春に、そのたんちゃんと、もう一人、浜
ちゃんちゃんと3人で、はい、園田競馬の応援大使 の、はいはい、あの任命式に兵庫県庁に呼ばれたんよね。兵庫県庁に行かれたんですか。さあ、あの時緊張したな。すごいですね、本当に。うん、ほんで、はい、これからあの園田ちゃんと、はい、わしと園田競馬応援していこうみたいな感じになったんやんな。頑張るぞ。おはい、頑張ってください。頑張っていきます。ほんで、みんなお待たせしたで。さっきあのチアガールちゃんいっぱいおったやろ。華やかやったやろ。華やかでした。わしらも負けてへんで。わしらにもな、はい、ゲット呼んどるんやね、これ姉ちゃん。なになにみんなあれ知ってる。この前総選挙あった。知ってる。せーの、え、 SKN 違う。AKB じゃないんですか。 AKB よう分かってるやん。わしらもそういうそういう感じのやつ呼んどんねん。呼んでください。 SKN 出ておいで。どうもどうも、こんにちは。前おいで、前おいで。よう来たな。わしだけやったら尺が持たへんかったもんかい。めっちゃ喋ってますやん、うん、みんな SKN フラッシュ8を知ってる人手挙げて。ありがとうございます。地元は強いな、姉ちゃん。そうですね、はい、嬉しい。ちょっとここで自己紹介させてもらってもいいですか。そもそも SKN は何の略か言うたって。はい、 SKN とは園田金曜ナイターで SKN。 そしてフラッシュは閃光という意味です。光ですね、はいはいはい、そして8は私たちフラッシュ8、8人いるのでそこから8という数字がつきました。はい、今3人しかおらんがな。今日は3人なんです。私が入ったら SKN フラッシュ4やな、はい、これな。はい、ということで今日は3人であの、はい、SKN フラッシュ8として来ました、はいはい、自己紹介させていただいてもいいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、SKN フラッシュ8リーダーを務めさせていただいてます、青井さんと申します。よろしくお願いします。はい、同じく SKN フラッシュ8の副リーダーの秋葉千尋です。よろしくお願いします。はい、SKN フラッシュ8の藤村つばきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、私たち金曜ナイターイメージガールの、せーの、 SKN フラッシュ8です。よろしくお願いします。そして私、坂田真一でございます。めっちゃ遮られた。見てやもん、前のカメラ構えた顔なんか嫌そうな顔。これわし込んでもよかったんじゃんか、これ。そんなことない、そんなことない、そこそこな、そこばっかりよ、今すぐ。ほんであれやんな、姉ちゃんらは、はい、11月まで、はい、園田競馬に、おるんやんな。そうなんですよ。はい、あの、園田競馬の何曜日に来たら会えるんやったっけ。はい、私たち、うん、その金ナイターというイベントに参加してまして、はい、毎週金曜日に、その、はい、園田競馬、皆さん行ったことありますか。うん、そのくだりはし先聞いたけどな。2回目やな。はい、その先場所で毎週金曜日イベントをやってるので、はい、私たち8人のうち2人毎週来てるので、ぜひ会いに来てください。会いに来てください。ちなみに明日、あ、イベントはどんなことしてるんですか。イベントはいつもは抽選会とか、うんうん、あとガラガラポンもやってますね。はい、ガラガラポン、はい、ガラポンね。いっぱいあのオリジナルグッズが当たります。はい、はい、で私たち SKN も混じって大予想会なんかもしてるんで、はい、よかったら参考にしていただけたらなと思います。当たるか当たらないかはちょっと別なんです。そうですね、はい、で明日松葉吉、明日は私聞いてますので、ぜひ遊びに来てください。遊びに行くで、わし明日行くで。ほんまに、ほんまに遊んでくれるの。うん、ほんまに呼ばれとんねん。ほんであれやんな、はい、大きな、イベントとしては今度8月の16日に、はい、お祭りみたいなのやるな。そうですね、はい、8月16日も私たち SKN の中からもしかしたらメンバーが、はい、そうですね、なわしはあのとりあえず開けとけ言われてんねんけども。抑えられて、うん、今の事前に言ってくれない。わしあのこう見えてあのなかなか開いてへんから。すごい忙しそう。今日もなんか他のイベント断ってこっちに来てくれたっていう。うん、それ言わんでもいいから姉ちゃん。私あの兵庫県の命令によってこのイベントをどけてきたからね。あ、すごい。私多分ね、
そこそこ呼ばれるようになった理由は、はい、多分ギャラが安いからやと思う。それ言っていいの？ギャラ上げてくれ。それに言ってるんですか？だから今日も頑張っていくんやけども、はい、みんな今日はあの、うん、オリックスとロッテのね、はい、試合やけども、うん、オリックスファンの方は手挙げて。うん、おー、いっぱい超えてますね、うん、嬉しいな。じゃあロッテファンの方は手挙げて。完全やっぱ関西の球団は強いな。ねえ、ね、え、おっさんはどこのファンですか？うん、これ言うていいんかいな、うん、タイガースとか言われへんがな。タイガース言っちゃってますほんで、わしのファンの方手挙げて。うわー、これ誰もらへんと思ってたらおったな。やったね。嬉しいな。あとでアメちゃんあげるから、おいで。わしは控室におるからアメちゃんとりんきて。わしは今日おばさんはアメちゃん1個あの200円で売ってるから高いな。ほんであのわしら実は1月の中旬からコマーシャル出んねんな。そうなんです。みんな気になって、はい、2本目の ね新しいのこの間撮影しましたよね。暑、うん、かったなあれ。ちょっとね、おっさんが私たち SKN をはべらかしてるシーンとかね、うん、あったりなんかして、ね、ちょっと面白いね。羨ましいけど全力疾走やもんね。ちょっと今の CM 見たことあるっていう人おられますか？あ、おられます。ありがとうございます。今も出てんの？そうですよ、はい、私たちが出てる。そんなん呼ばれてへんで。おっさんいなかったよね。ほんまか、そうです。出てる前やな。そうです、また無名の頃やな、わしが。そうですね、今も無名やけども。いや、大人気おっさん。結構今回の CM はおっさんがメインとなってるので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、見てください。はい、サンテレビ他で流れてるので、はい、あとトンボリステーションでもね、ネットトンボリの、はい、毎週木曜日で、はい、流れてますね。あと競馬場でもちょっと流れてますよね。はい、ぜひ皆さん見てください。見る絶対見るで。ほんであの今あの園田競馬ね、みんなあの園田競馬は中にあの飲食できる店舗がいっぱいあんねんな。そうなんですよ、美味しいお店いっぱいある。私あのびっくりした、あのカレーがめっちゃうまかったで。美味しかったね。こんなに競馬場で美味しいカレー出さんでもええやろうぐらいうまかったで。いいじゃないですか、美味しいの。あとあのお店のマグロっていうお店もうまかったな。何が有名ですか？マグロやから今言うたから。マグロが出てくるんですか？何を見とんねんな。マグロ屋さんでマグロ出さんかったらどれなんだろう。ほんであのね、あのフラッシュエイトさん、はい、SKN その他金曜ナイター、うん、フラッシュエイトだけに、はい、ナイターがね綺麗ねんな。そうです、すごいね、イルミネーションがいっぱい。そうだね、うん、ほんであの日本で唯一目の前にあの伊丹空港があるから、はい、飛行機の離発着見ながらお馬さん観戦できるっていう、これまた贅沢やな。ねんちゃん、間近に見えるんですよ、うん、見てこれ、わしがかぶって姉ちゃんの見られへんやろ。かぶってる、かぶってる、かぶってる。おかぶってるか。二人隠れるっていうね。ほんでね、そんな感じであの次は競馬場来たら、はい、あのこの可愛い子ちゃんだと会えるから、はい、お馬さんと共にあの可愛い子ちゃんだ見に来たってや、みんな、はい、来てください。そして毎週金曜日はそのたんも来てるんで。そうです、はい、ごめん、忘れてへんで。ね、そのたんのこの手のひらの方向でタッチしていただくと、うん、なんと幸せになれるという。ほんまか。はい、ジングルがあります。見えへんやろ、見えへんやろ。ほんでね、こんな感じでね、わしらあのそのた競馬盛り上げつつ、はい、ね、尼崎市を盛り上げていこうって感じで頑張っていくんで、はい、よろしくやで。はい、よろしくお願いします。あの最後あれやったって、あのさっきやったポージングもう一回。はい、じゃあおっさんもおさんたんもやるで。おさんもやるで。はい、知ってる方もご一緒にお願いします。じゃあいきます、せーの、 SKN。 あ、なんで5回。ちょっとごめんなさい、練習もう一回やるで。私たち、せーの、私たち、せーの、 SKN フランス8です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。全然関係ないけどな。もうそれできた？できこれ見てみて。これ見てみて。これ見てみて。これ設計ミスやで、これ。これ全然、これ投げられへんわ今日。
そう、今日始球式でお母さんが投げてくれるんでメインやからね。みんなあれやで、わしこう見えてその田競馬応援大使とともに熱中症予防大使も仰せ使ってるから。へぇ、熱中症予防大使そうやね、熱中症なったらあかんみたいな。ちゃんと水分補給するんやで。わし知らんかってんけど、ビール飲んだら水分補給になると思ってたらそれは大きな間違いやったで。ちゃんとスポーツドリンクとか飲んでな涼まなあかんねんけども、はい、そんなん言うてる中でおっさんが今熱中症になりかけてるけどね。おっさん大丈夫頑張っていこうか。じゃあみんな今日楽しんでいってよ。はい、ありがとうございます。みんなお父さんとお母さんを大事にするんやで。はい、ありがとうございました。 SKN フラッシュ8の皆さんと、ちっちゃいおっさん、そしてそのさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。闇を避け、花と避け。毎週金曜日開催、園田金曜ナイター。